はい、こんにちは、浅井です。今回はこちら、星を紡ぐ精霊イベントの詳細が全部発表されたので確認していこうと思います。はい、期間の方が28日、明日からですね、3週間かな、ありますよということですね。はい、ということで今回はレアガチャでしたね。まあみんな多分分かってたと思うけど一応見ましょうか。はい、期間の方が、4週間ですね。失礼しました。4週間ありますよということで、それぞれ、ラインナップが違うのかな。はい。で、今回4連ガチャドラがラインナップされていますよということですね。はい。で、期間1の、28から4日までの、ラインナップが、4連ガチャドラと、こちらの、花シリーズと、ロイヤルオークプリシラなどなど、フェスゲームも追加されていますよということみたいですね。はい。4連ガチャドラの性能がこちら、ドラゴンマシン水闇バインドスキブプラス7コン3つ無効感、水コンボ2つ、スキルが、2ターンヘイストの2ターン領吸収無効18ターン、リーダースキルが、8秒でドラゴンマシンの HP 1.6 倍、7コンボで半減20倍固定1、まあ強いですね。はい。で、聴覚性がスキブプラスと水コンボ L 字ダンジョンボーナスということみたいですね。これはガチャ以外で入手する手段がないのかな、現状。多分そういうことですよね。まあこれ狙いで引くとなると相当厳しい戦いになると思うんで、まあこの花シリーズ狙いつつ出たらラッキーぐらいに考えておいた方がいいかなというふうに思いますね。はい。じゃあ、キャラクター性能見ていきましょう。上から順番に見ていこうか。ハイビスカスですね。これが変身、星長ですね。変身前。体力攻撃の引き。30ターン火の目覚めの変身12ターンで、リーダースキルが76になってますね。で、1段階目の変身が、体力攻撃の、引きで指プラ2個7コン3つ交換数、スキルが20ターン火の6目覚めでいいのかな。で、変身10ターン、リーダースキルはまあいいかな。はい。で、さらにこちらが最終形態ですね。ロザリン、体力攻撃引き指プラ2つ7コン4つ無交換と火のコンボ2個。あれ？これもともと覚醒8個しかなかったけど修正されたのかな？ 9 個になってますね。はい。スキルが一旦火のコンボ強化の数に応じてエンハンス。で、回復以外から火を6個生成。2ターン、超強い。めっちゃ強い。リアスキルが火の攻撃16倍9コンボで 70% 軽減。火の2コンボで3コンボ加算の固定1ということで、防御力も相当高いし、火力に関してはまあ本人がたこ焼きと7コン4つでめちゃくちゃ出るんで、まあ問題ないかなっていうところですね。はい。アシスト進化もありますよと。バインドと雲とチーム HP2 個、スキルが正方形に火を1個生成の2ターン回復と火の延波4倍ということですね。まあ久しぶりになんか火属性の強いリーダーが来たっていうことで、まあ火属性また上の方に上がってくる可能性があるかなと。このリーダースキルの内容で76で使えるっていうことなんで、まあめちゃくちゃ強いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、次。アジサイ。回復体力、水木。20ターン回復の目覚め12ターンで変身で76ですよと。で、1段階目が、回復度の強が5個。で、スキルが消せない場合の覚醒無効全開の変身10ターンですよ。で、これが最終形態ですね。回復体力の水木、回復度の強5つの10コン2個無効感指プラ。スキルが1ターン回復度の強の数エンハンスの水回復4つ生成2ターン。リーダースキルが水を6個つなげる22倍3コンボ加算の固定300万ダメージ、水の HP が3倍ということで、まあ、初の HP3 倍リーダースキルですね。軽減ないんですけれども、まあ、覚醒の方で、回復ドロ強で回復ね、4つ消しでしっかり回復して耐久しながら殴ると。で、10コン2個持ちなんで火力自体も結構出ますよということで、まあ、コンセプトが分かりやすくていいかなっていうふうに思いますね。はい。武器の方がバインドと50ん何これなんだこれ何、あれか、50以上強化か。80以上強化が強化されて50以上強化になるみたいなことが あるんで、それかなか、もしくは5色かな、わかんないけどまあ多分そういうことだと思います。実力強3つ、2ターンダメージ無効貫通の消せない場合の覚醒無効と HP 全回復18ターンですよということですね。はい。個人的にはこの子が一番欲しいです。次、ダリア星7。バランス、光機、2段ヘイストの変身、12ターンですよ。で、76。で、1段階目が、指プラ2個と、暗闇と毒プラスですね。で、十字2個。
で、3ターンダメージ無効貫通の10ターンで変身と。で、あ、やっぱこれそうだよな。覚醒8個しかなかったけど、1個増えてるよな。バランスの光機、指プラ2個、暗闇毒、で、十字4つの、追い打ち。スキルが1ターン十字覚醒のエンハンスで、火を光、水を回復に変化、2ターン。リアスキルが8コンボで半減18倍、光5個十字につき3コンボ加算、光の HP が 1.8 倍ということで、まあ、火力自体は、コンボだけで出るんで、十字は必須ではないですね。まあ、これがあのコンボ数が足されるっていうだけの要素なんで、まあ、普通にコンボリーダーと考えていいかなっていうふうに思いますね。まあ、そう考えたら結構強いんじゃないかな。はい。で、アシストの方が、バインドと十字、封印、チーム回復2個。スキルが5ターン指と回復 2.5 倍のドロリフ12ターンですよということですね。こいつは結構使いやすくていいんじゃないかな。まあ従事しないと本人の火力が出ないんですけれども、そこはまあそういうコンセプトっていうことなのかなっていうふうに思いますね。はい、次、雪の下、これは星6ですね。はい、バランスの水木、不意2個、スキブ2個、スキルが2ターンヘイストの変身15ターンで、変身するとバランスのキー光、封印2個と回復ドロッキョー3つ、無効感7コン10コン操作負荷。スキルが4ターン軽減の1ターン回復 2.5 倍5ターン。リーダースキル、水光の攻撃回復4倍、水光の同時で半減6倍、24倍出ますよと。まあこれはだからさっきの、アジサイのまあサブに入れてあげるといい感じになるよっていうことだと思いますね。はい、まあ封印と回復ドロッキョーを補助しつつっていうところですかね。武器の方がバランスの水、バインド回復、キラー、封印、毒。スキルが3ターンダメージ激減の1ターン操作時間の回復3倍14ターンですよと。はい、次、ハエトリーグサ星6、悪魔バランスのキーキ、スキブ2個7コン、木のコンボ。スキルが、3ターン地への変身15ターンで、変身すると、悪魔バランスの、極み7コン3つ、木のコンボ3つ、L 字3つと分かってますね。スキルが2ターン木がロックで降ってきて、2ターン指と木の円波 2.5 倍4ターンですよと。あ、強いな。2体並べたいな。リラスキルが木の HP 1.5 倍、木の2コンボで3コンボ加算、闇2コンボで半減18倍ということで、まあ、極みの同時2コンボずつが、一番理想的なんですけど、これちょっとまあ難しいかな。はい、武器になると、バインドと木のコンボお邪魔2個。スキルが3ターン地への2ターン回復3倍。あ、これは強いな。まあ、いろんなパーティーの変身補助として使いやすそうですね。いいと思います。はい、次。トリカウト、星6。悪魔回復の、闇気、雲スキブ、毒の加護2つ。スキルが 20% グラビティの超絶毒にして変身20ターン。まあ、ちょっと重いな。はい。で、これ変身すると悪魔回復の、闇火、クモス、指プラ、毒目覚め4つで無効感のガードブレイク L 字。うん。スキルが火闇回復毒を3個ずつ生成して1ターン回復力と指 1.5 倍2ターン。なるほど。いや、スキル闇全パラ 2.3 倍毒無効2色同時で軽減7倍3コンボ加算。あー。なんか尖ってて面白いですね。まあ、毒の目覚め、毒消せば本人がまあほぼほぼカンストするのかなっていうところで、まあ一時期のバクラみたいな、そういう空気を感じますね。で、武器の方が、チーム HP3 つと毒目覚め。スキルが2ターン毒目覚め、8ターン、1ターン領吸収無効ですね。8ターン、あ、これは結構強いな。これマーベルと相性良さそうだな、どっちかというと。毒をね、そのままあのマーベルで変換できるんで、そういう意味ですごく優秀かな。ベノムよりもこっちの方がワンチャン強いかなっていう気が個人的にはしますね。いいと思います。はい、次、あれどこまで来た、トリカブト見た、これベニテングだけ。おそらく悪魔バランスの、ヒーキ、バインドスキブ2つ、回復ドロキョ、スキルが5ターンダメージ軽減の変身14ターンで、変身すると、悪魔バランスの、ヒー光、バインド指プラ暗闇プラス回復ドロッキョウ、火のコンボ2個、7コン2個、無効貫通。スキルがロック解除の火以外から回復を4つ生成2ターンですよと。リーダースキルが火の HP2 倍、7コンボで軽減、火の2コンボで17倍の固定500万ということですね。これは、なんだろう、何に使うんだろう、なんか何とも言えんな。なんかちょっととっ散らかってる感じがするから、コンセプトがよく分かってないんだけれども、まあ、回復補助要因かな。はい、武器が、封印2個と火のコンボ指で、スキルが5ターン半減の消せない覚醒無効全回復ということですね。
なんだろ、こいつはなんかあんまパッとしないな。ちょっとよくわかんない。すいません。次、朝顔、火力攻撃の、水木、月文庫封印無効感。スキルは99な水目覚めの変身15ターンですよと。変身すると、あ、見た目いいな。見た目一番いいな、こいつ。今んとこ好きだな、一番。体力攻撃の、水闇、バインド封印無効感4つの列3つ。スキルが1ターン遅延の1ターン領吸収無効8ターン。あ、強え。これも強えな。てか、領吸収無効8ターンだったら、これ、なんだっけ。あいつ、ポロネとかも、なんかちょっと付加効果つけてあげないと、ちょっとなんか割に合わないな。はい。いや、スキル、体力攻撃の HP 回復 1.5 倍、攻撃17倍、7コンボで半減固定1と。で、武器になると、封印2つの列4つ。あ、強いな。スキルが、99ターン水6状態で落ちてきて、2ターン領吸収無効18ターンということで、こいつはすげえ便利だな。水パのポロネ枠としてめちゃくちゃ優秀だなっていうふうに思いましたね。いいと思います。はい、パンジー星6、攻撃体力のキーキー、7コン10コンガードブレイク指プラ、2ターン中の変身14ターンですよと。で、変身すると攻撃体力の、キー光、7コン10コンガードブレイク、スキルチャージ4つの指プラ2つ、スキルが消せない場合の覚醒無効全開の2ターン、回復力と攻撃体力延波6倍30ターン。まあ、毎回色決めれば、まあ、6ターンぐらい溜まるよってことかな。リアスキル、落ち込んだし9コンボで半減、4色で軽減20倍2コンボ加算ですね。これは何で使うんだろうな。アムリニアかな。アムリニアのサブに入れれないこともないかな。っていうところですかね。まあ、ルーレットしながら色しっかり決めてっていう、まあ、そういうコンセプトですかね。はい。武器の方が、バインド回復4つ、ほう。で、攻撃キラー。スキルが、2ターンチーム内のスキルチャージの覚醒数のエンハンスで、6色陣ですね。まあ、多色向けの性能。はい。推薦、星6。光機、封印スキブプラス、スキブ2つ、指プラ。9ターン回復力 2.5 倍の変身14ターンですよ。で、変身すると、悪魔体力のキー、光水、封印指プラ3つ、毒プラスガードブレイク十字3つ、スキルがロック解除、1ターン指と回復力 1.5 倍、2ターン、これ強いよな。このスキルめちゃくちゃ強いよな。リーダースキルが、水引かの HP 2.5 倍、指3秒延長、ドロップを5個つなげると16倍の3コンボ加算、まあ、これも結構使いやすそうですね。はい。アシストの方が封印2個と十字指、スキルが2ターン回復と光炎波3倍、2ターンダメージ激減3コンボ加算15ターンですよと。これはだから、まあ、さっきのどれだったっけ、この子のまあサブにいいのかなっていう感じですね。十字が共存できて耐性枠も両方ともカバーしてるんで、まあ、そのサブかなっていうふうに思いますね。はい、最後、ラフレシア星6、闇機ドラゴン神悪魔マシンキラー、スキルが2ターン HP 全開の変身18ターンで変身すると、悪魔体力の闇闇、ドラゴン神悪魔マシン攻撃体力回復キラーの10コン2個。めっちゃ火力出んなこいつ、やべえな。まあ、封印も、まあ、スキブもバインドもないんだけど、スキルが、味方スキル2ターン減少の2ターンダメージ無効貫通6ターンですよと。まあ、このデメリットだったらどうなん、まあいいか。はい。リアスキル、闇の攻撃6倍7コンボで 60% 減、L 字で2倍4コンボ加算ですね。まあ、火力は12倍しか出ないから、まあ、コンボ加算と、キラーで頑張って戦ってねっていうことは、まあ、こいつちょっとだいぶ癖が強いな。はい、武器の方が封印2個と L 字と指、スキル、全ドロップロック2ターンダメージ無効貫通16ターン。めちゃくちゃ癖強いな。なんだこいつ。使い道にちょっとなんか困るんだけど、しかも変身だから、ダメージ上限解放も触れないし、ちょっと僕には使い道があんまりピンとこないですね。一応進化情報見ましょうか。はい。まあ、武器進化と、このなんか標本みたいなやつと、で、っていう感じかな。あとまあ、今見たんでいいでしょう。はい。ということで、ガチャがありますよと。これはさっき見たかな。はい。で、待ってね。石10個の、プラス、ガチャ販売しますよと。これはなんだ？
石10個プラスガチャを販売。1220円。え、これ何、これもともとさ、あれだよね、石1個プラス120円のパックが単純に価格10倍になったってこと？え、そういうことだよね。まあ石は増えてるし、ラインナップがまあ一応星6以上確定っていうところで価値を見出してねっていう意味かな。でもそうだよ、もともとだって120円でその専用のガチャが回せた、あの式神とか滞在流とかの枠だよね。え、これど、これこれは、まあそういうことか。なるほどね。んーと、しょうもないことしやがって。はい。石30個プラス星の確定のガチャもありますよと、これは、いつも通りかな、3680円ということみたいですね。はい、3択ですよと。はい。遊び方。精霊石の小瓶を手に入れよう。まあ、これはだから、式神とかでいう、あれですね。なんだ。なんか鍵とか、まあ、そういう系のやつですね。はい。小瓶を手に入れましょう。ログインやクリア報酬、モンスター購入とかで、入手できますよと。ログインで、これ1個もらえて、ダンジョンクリア。スペシャルダンジョンの、全フロアクリアするともらえますよと。で、モンスター購入10万モンポで購入できますよ。で、これは、種を集めてジョウロと交換しよう。うん。ダンジョンクリアして、種集めて、まあ、交換。まあ、普通ですね。超普通ですね。はい。で、このダンジョン、星を積む精霊は6つのフロアで構成されていて、クリアすることで順次に解放されていきますよと。で、種を集めましょう。報酬がこんな感じ。3人ワイワイもありますよ。で、今回これですね、6月のクエストダンジョンにも交換素材がありますよということみたいですね。はい。で、これですね、上級者向けの方が、これ全部クリアしていくと、種とかが、ジョウロとかがもらえるやつが、出てきますよっていうことみたいですね。はい。で、モンスター交換所で種をジョウロに交換して、っていうことか。なるほど。はい。ということで、もう以前ね、その山本氏が言って、ていたその仲介以外で入手できる方法を用意しますっていうのが、まあおそらくこれのことなんですよね。これをクリアしていくことで、この、特別なダンジョンをゲットすることができて、でまあちょっとその仲介数が減るっていうことみたいなんですけれども、これは我々が期待していたものに沿ってますかね、皆さん。僕はなんかそのシステム的な要素で新しい周回以外の、素材回収方法が実装されるのかなっていうふうに思っていたんですけども、まあ、それがちょっと、なんだろうな、期待しすぎたのかなっていうところもあって、まあ、正直、なんていうか、その遊び方を少し変える予定ですみたいなことを言ってたんですけれども、これでそんなに大きく変わるのかなって、それで結局なんか、ね、武器とかをたくさん作りたい人がすれば周回しなきゃいけないっていうことになって、なんかそんなに変わった感じは正直しないかなっていうふうに思ったんで、まあ、山本プロデューサーがああいう発言をしてハードルを上げてなかったら多分これ好評だったと思うんですよね。なんなら、うん、別にだってこれ自体は悪くないと思うんですよ。このこういう風に入手できる方法を用意するっていうのは僕は悪いことではないと思っているんですけども、ただ山本氏が生地ああやってハードルを上げたせいで、なんだ結局この程度かよっていう風な印象になってしまってるような気がする、個人的にはって思うんだけど、どうですかね。僕はなんかそういう風に感じちゃいました。はい。でアシスト進化させましょうと、まあこれもだからいつも通りですね。その武器の詳細見ましょうか。はい。ハーバリウムに進化しますよと。ハイビスカス、火の泥鏡3つと回復泥鏡、スキルがランダムで火と回復を15個生成、13ターン。アジサイが、80、ちょっと待って、これさっきさ、50以上強化の覚醒になってたじゃん。こっちは治ってない。もうなんか、なんでそういうとこガバガバなんだよ。もう本当にね、なんかそういう細かいところでね、ヘイト買わない方がいいと思いますよ。二重チェックしてください。はい。80以上強化と列3つ。スキルが HP 全開の、水花火20ターンですよと。これはなんか、なんか周回で使えそうだな。はい。ダリア、光泥鏡4つ、3ターン光目覚め、12ターン。雪の下、スキブと2体攻撃、水光陣の2ターンヘイスト14ターン。ハエトリグサ、
HP マイナス、回復マイナス、悪魔バランスキラーで、1ターン知恵の4ターン、機能エンハン2倍9ターン、トリカブト、HP マイナス、回復マイナス、マシン火力キラー4ターン回復3倍、4ターン回復と毒が押しやすくなる6ターン、はい、ベニテングだけ、攻撃マイナス2つ、追い打ち、チーム HP2 つ、HP50% 減少の火、光、陣の、ロック10ターン、朝顔、チーム回復3つ、10ターン水ロックで落ちてきて2ターンダメージ吸収無効14ターンでパンジー、80条強化と、木の泥鏡2つ、光泥鏡2つ、スキル木光の攻撃3倍の、ダメージ激減9ターン、推薦が HP マイナス、攻撃マイナス、回復強化5個で、スキルがロック解除の火水木光闇を3個ずつ生成4ターン、はい、ラフレシア、HP 回復マイナス80状況か神キラー、闇回復をロックしてダメージ無効貫通12ターンですよ。ということで、まあその覚醒の内容に関しては正直微妙かなって思うんだけど、スキルがね、まあ、例えば2ターンダメージ吸収無効だったりとか、あとはまあ二色陣とか確定陣とか、まあ、花火とかね、そういったものがあるんで、まあ、そこでちょっと周回意識するよっていう方はまあ複数欲しいものが多少あるかなっていうところですかね。であとここで登場する武器っていうのが、まあ、これですね、隠し要素今回もありますよっていうことで多分絡んでくるのかなっていうふうに思うんで、ここで、ね、挑戦しようって思ってる方はおそらく作んなきゃいけないのかなっていうふうに思いますね。はい、5月28日開始ですよということで、まあ、正直普通です。なんか、特別なことは何もないんじゃないかなっていうふうに思ったりはしました。何これ？なんだこれ？よくわかんねえ。これ何？普通に俺、イラストのあれが良かった。なんかこんなごちゃごちゃ書かれても別になんか普通のことしか書かれないから俺なんか普通に1万円のイラストが見れるのかなと思ったけど、そういうことじゃないのか。どうですか皆さん。これでまた戻ってきますかね、ユーザーの皆さんは。まあ僕はね、もうなんか、なんていうかな。隠したりとか、なんか建前とかっていうのもなんかあんまりしたくないんではっきり言うんですけども、僕は正直がっかりしてますね。はい。まあ、ほどほどにやりたいと思います。ということで、よかったら皆さんの感想を聞かせてください。本日は以上です。ご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。